アゴナー198センチ124キロエミリアエンコアレキサンダー、最強皇帝の弟エミリアエンコアレキサンダー。赤コーナー188センチ103キロミルコークロッカー。あれから4ヶ月、俺はここに戻ってきた。躍進の顔見えたミルコークロコップです。緊急規定による15キロ以上ありますが、この試合はスペシャルワンマッチです。10分5分5分の3ラウンド制で延長はありません。通常のプライドルールで行われます。なお両者の体重差が21キロあるんですが、体重の軽いミルコが4点状態での打撃を OK しています。さあ高田さん、はい、これもまたすごい戦いになりそうです。ファーストコンタクトですね。はい、一瞬も目が離せない最強の DNA と逆襲のターミネーターと、ゆっくりと握手をした2人が試合を始めます。プレッシャーをかけるアレキサンダー、そこに左を飛ばしていきました。左のミドル、しかし打ち合う、アレキサンダー打ち合う。体重でこれ21キロ違いますんでね、重さが随分違うかと思うんですが、ただ桜田さん、はい、切れ味ではミルコですよね。そうですね、今見た感じはアレキサンダーも結構押してきますか、気もしますね。そうですか、はい、打撃のまずは応酬ということに高田さんなってきました。ちょっとね、もうね、ローを嫌がってたね。あ、そうですか、はい、キックです。左が入りました。そして打ち合っていく、しかしそれでもそれでも押して押していきます。5つフョードルより年下というアレキサンダーですが、小池さん、はい、何かこの若さというのはちょっとビュー、右の下、右の下、非常に速い右の下。やはり4週間ずっと稽古、日本で調整をしてきました。また静観さを増しましたミルコクロコ、言ってますね、そうですね、そうですね、ずっとプレッシャーをかけ続けて、そこにミドルを合わせる。しかし抱えて膝、一歩も引かないアレキサンダー。これがエミリアエンコの地です。楽しい勝ってますね。そうですね、膝が右の下、おお危ない、今左が飛んでくる、危なかった。そうですね、少しグラッときました。ガードがね、ちょっと空きすぎてるのかな、はい、左のミドル、先ほどからずっと脇腹、そして太もも、ああもうローを食らった、2発3発で色が変わっています。すごい、後ろに引いています、右の太ももアレキサンダー、うん、思い切って正面から打っていった、しかしそこを抱えてきた。アレキサンダーも引かない、これをかわしたミルコ、すごい走塁、
元気です。I must say I'm very sorry that I didn't participate the Grand Prix Heavyweight Tournament. I was bad luck. 皆さん、今回私がこの決勝戦ヘビー級のチャンピオンシップに参加していないことに対してごめんなさいと言いたいと思います。運が悪かったんです。 It was a very hard time for me personally and for my family, but now I can promise only one thing. Crow Cup is back. Thank you. あの時は個人的にも家族にも難しい時だったんです。でも約束します。ミルコ・クロップ・ポップは戻ってきました。皆様、まさにもう止められない。そして一睡の余地もない埼玉スーパーアリーナ、大声援が起こります。そして最後決めた瞬間ラッシュに持ってって、そのあとね、これよく投げました、投げてましたね。そうですね、うん、そしてそれでもまだここでは戦闘意欲が失ってなかったアレキサンダー、この後です。これ本日の優勝完全に入ってます。完璧な左ハイキックです。強いミルコが戻ってきました。あそこでアレキサンダーを投げ捨てずに押しつぶされてたら展開が全然変わってました。あ、なるほど、ね、よくこう突き放しましたよね、はい、うん、ただしかしその日本での挑